2024年9月26日ヤクルト戦、先発の床田選手は初回にアートからツーランを被弾し2点を先制されると、5回には味方のエラーも絡んで一挙4失点。野球の神様はどこに行ったのじゃ。打線はヤクルトより多い13安打を放つも、長打は坂倉選手の2塁打、秋山選手の3塁打のみ。いつもより多い4得点を奪うも2点差敗戦。そんな4連敗となった一戦にファンの反応はというと、まあ今月の負け試合に比べたら比較的マシと言えるんじゃないですか。小園、山本、台頭とタムタムのマルチ&ハッスルプレーは未来を感じた。林、中村、ノーコメントでお願いします。攻守どもに田村が躍動してる。明日もスタメンで起用してください。今日もお疲れ様でした。先発ローテほぼ全員大量失点してるのに、アドアをロングリリーフで出すのはどうかなとは思いました。明日こそ勝って喜ばせてほしい。負けたことに関してはいつものことだから正直どうでもいいけど、観客席がラッガラになってるのはマジで気にした方がええぞ。マジでアドア、玉村を中継ぎで使う理由何？てっきり先発が早々に崩れそうな時に試合を壊さないためのロング要因なのかと思ってのに、敗戦処理みたいな無駄遣いしてるのやばすぎる。先発だって足りてないんだから、そんな使い方するなら普通に先発させてくれや。今日は田村の2安打&攻守でポジロー。田村はその調子で明日以降も頼むで。逆に林浜地でもう少し頑張ってくれ。じゃないとまた使ってもらえなくなるぞ。田村くん良いですね。特に3打席目、お手本のようなセンター返しでしたね。重要なところで打席が回ってこなかったのが残念でしたが、これなら5番を任せてみてもいいのではないでしょうか。今日から借金生活に入ったカープ。まさかまさかだけど、最後までしっかりと見届けたいと思います。ということで、4連敗となった一戦でした。